大阪中止、市川海老蔵。海老の蔵出しチャンネル、海老蔵コレクション。歌舞伎俳優の市川海老蔵さんがご自身のブログを更新、六本木歌舞伎の大阪公演に関するお知らせを綴りました。この日、海老蔵さんは、お知らせでございます。というタイトルで、ブログを更新。この度、六本木歌舞伎公演関係者に体調不良が出てしまいました。協議を重ねた結果、お客様や公演関係者の安心安全を第一に考え、大阪公演中止とさせていただくことになりました。楽しみにしてくれていた皆さんには、本当に本当に申し訳ないと思っています。私もプペルに続き、六本木歌舞伎も大千秋楽を迎えることができず、心から残念ではございますが、誰が悪いわけではないので、皆様にもご理解いただけましたら幸いです。今回、楽しみにしていただいていた皆様には、心からお詫び申し上げます。皆様も体にはお気をつけくださいと記し、ブログを締めくくりました。この投稿に、ファンからは大阪公演とても楽しみにしていました。残念です。体調不良の方の一日も早い回復を願います。今を乗り越えて素敵な歌舞伎をみんな待っています。八千代座の開催を願うばかりです。などのコメントが寄せられました。本当に申し訳ない。市川海老蔵。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。よろしければチャンネル登録と高評価をしていただけると大変励みになります。それでは、また次回の動画でお会いしましょう。